バックマウントポジションからパンチ攻撃を行う。女性格闘家グラウンドパンチは総合格闘技のテクニックの一つ。別名パウンド。グラウンドポジションからパンチ攻撃を行うこと。主に上になったものが下になったものに使用するが、逆の場合もある。イカ本校では特に断りがない限り、上のものを攻撃側、下のものを防御側として記述する。 グラウンドパンチは総合格闘技のグラウンドポジションでは最もポピュラーな攻撃方法である。主に顔面に向けて使用される。防御する側の頭の下は地面であるためパワーを逃がすことが難しくダメージが蓄積しやすい。そのため防御方法を知らないと攻撃側の技術が未熟でも大きなダメージを受けてしまう。ただし現在は グラウンドパンチの防御に長けたブラジリアン柔術の技術が普及することによって基本的な防御技術を習得している選手が増えこの攻撃で十分な成果を出すにはある程度の技術が必要になってきているまたパンチでは拳を痛める可能性があるため肘打ちが認められるルールでは肘打ちの方が重視されるようになってきている攻撃側の選手がマウントポジションをダッシュして そこからパンチ攻撃を行うことを、特に、マウントパンチと呼ぶ。マウントポジションによって、相手の動きを制限しつつ行う攻撃であるため、より防御が困難である。また、相手が頭部を腕でガードした場合は、腕関節に,にパンチを嫌って、うつ伏せの状態になった場合は、裸絞りなどに容易に移行できることを、はじめ、多彩な連携が存在する。なお、 かつて UFC の舞台において、ホイス・グレーシーがこの技を駆使して連勝する様は、爪将棋と称されるほどだった。現在では、防御法もある、程度確立されてはいるが、一方的に連打された場合は、大きなダメージを負う危険性から早々に、TK 音が宣告される傾向にある。また技の構造上、上から頭部を殴った反動で床に後頭部を強打する可能性が高いため、 単純だが危険な技であるため、素人は真似をしてはならない技の代表格と言える。メディアを再生する、グラウンドパンチの打ち方を指導する、エメリア・エンコヒョードルボクシング同様、コンビネーションが重要であり、打つポイントをいくつかに分割して打ち分けることが多い。具体的には、側頭部にフック、顎にストレートなどである。ボディに嫌がらせのようにパンチを打ち、 ガードを下げさせて顔面を狙うこともある。相手に抱きつかれた場合、後頭部を打ってしまうことがあるが、これはグラウンドパンチが認められる格闘技であっても多くの場合反則である。手首をつかみブロックを不十分にしてもう一方の手で打つ方法もある。また、アミールという打ち方がある。これはゲイリー・グッドリッチがアミール・ラナバレディを越した際に使われたもので。 グッドリッチが左手でアミールの左腕をハンマーロックに固め残った右手で殴り続け越したことからこの名前がついた。またマウントポジションでは足で腕を殺す方法がある。セルゲイ・ハリトーノフは対セミシュルト線で右足をシュルトの肩に乗せて左腕を殺し左手で相手の右腕を封じることでシュルトが全く顔面の防御ができない状態で殴り続け越した。 グラウンドパンチは近年の総合格闘技で急速に発展してきている技術であるが、しゃがんでいる状態や中腰という不安定な姿勢で使用することになるため、立ち技のパンチとは違った部位の筋肉が必要であり、その筋力をパンチに伝えるには技術が必要になってくる。総合格闘技の歴史の浅さもあり、技術のメカニズムには未解明の部分が多い。また、下からのパンチは、 仰向けの体勢から使用されるため、全く異なるメカニズムとなる。戦術面から見ると、グラウンドパンチは主に2つの目的で使用される。以上2つの目的は相互に関連し合っている。攻撃側はパンチのダメージで動きの悪くなった防御側からパスガードをすることが容易になるし、パスガードでより優位なポジションを取ることでより少ないリスクで パンチによるダメージを与えることができ、ダメージによって相手に対して極め技をかけやすくなる。テイクダウンを奪い、相手を抑え込んでパンチを打ち続ける戦い方をグラウンドパウンドと呼ぶ。テイクダウン技術に秀でたレスリング出身者に多く見られる。グラウンドパンチの防御にはいくつかの方法がある。まず最初に挙げられるのはボクシング同様。 腕で顔をブロックすることであるが、これだけでは防御としては不十分である。ガードポジションであれば、防御側は相手に良い姿勢で打たせないために足を効かせる、つまり相手がパンチを打ってくるタイミングで足で相手の体を押すことでフォームを崩したり、足を伸ばしてパンチの届かない距離まで離すことが必要になってくる。この場合は相手にパスガードされるリスクを伴う。 あるいはパンチそのものを打たせないことを念頭に置き防御しなければならない。両手、両足で攻撃者の背中を抱え込む、両腕を相撲でいう勘抜き状態に抱える手首を掴むことで相手の自由を効かなくすることができ、グラウンドパンチに対する有効なディフェンスとすることができる。パンチを打ってくる腕を取って三角締めなどの極め技をかけることも可能である。 極め技が得意な選手に攻撃する場合、極められるリスクを恐れて、攻撃側は思い切ってパンチを打つことができなくなるため、防御の側面でも有効な技術である。極め技以外のカウンター攻撃としては蹴り上げがある。パスガードされて、マウントポジション等の体制となった場合は、パンチによるダメージがより大きくなり、上記の防御方法は機能しなくなる。この場合は、 ブリッジなどで上下を入れ替える必要がある。防御側が寝技では不利と感じた場合は、防御を続けるよりも立ち上がる方法をとる。この場合、主な手段として足を使って、スペースを作って立ち上がる方法がある。吉高博士は喉元を狙うと避けにくいのではないかと指摘している。本格 MMA 委員会番外編、ゴング格闘技、no.、ナンバーワン95 2008年9月号を参照。山本キットのリフミは、自身の強打について、背中と全部の筋肉を強化することが重要であると、語っている。エメリアー・エンコヒョードル強気圏を振るう者、スポーツグラフィックナンバーナンバー589、2003年11月27日号を参照。ありがとうございます。